神は、我がヤグラ、三尾1903年例の戦いは、キリスト教において堕落したお使いたちと、キリストに従う者との霊的戦いのこと。本校では、プロテスタントの福音派と精霊派の理解を中心に、記述する。ただし、自由主義神学では、人格的な悪魔、悪霊の存在を否定する傾向がある。霊の戦いの根拠とされるキリスト教の、 新約聖書書館の一つが、エペソ教会への手紙である。聖書信仰の教会は、この書館を書いたのは、使徒パウロと認めている。この書館の中でパウロは、イザヤ五59章17節に習い、ローマ軍の武器に例えて、例の戦いについて教えている。福音派のローザンヌ聖約では、例の戦い、霊的闘争について制約されている。ジョン・ストットは、 教会に敵対する人間の背後には、諸々の悪霊が潜んでいると解説する。ストットは人々が、非キリスト教思想、異端、カルトの教えを信じるのは、偽りの父、惑わしの霊の働きでないとすれば、理解することは、不可能であると指摘する。悪魔は教会を偽りで惑わすことができなければ、キリストのない世俗社会を教会に侵入させ、さらに教会を、 外側から迫害すると警告する。聖書箇所は、エペソ6時12分、第2コリント4、3から4、エペソ6時11分、13から18、第2コリント10、3から5、1、ヨハネ2時18分マイナス26、4、1から3、ガラテア1、6から9、第2コリント2時17分、4、2、ヨハネ17時15分正統的なキリスト教会は、悪魔、 サタンとして知られている、打天使の現実の存在を聖書掲示に基づいて告白した。この確信は、恐怖たちの文書、初代教会の会議の心情、教派の信仰告白でも確認されている。キリスト教会の古典的な立場では、サタン、悪魔として知られている堕落した霊的な存在は、世界中で時々その実在を堅持すると信じられている。 これらの存在の第一の目的は人間を騙すことである。彼らの第一任務は、地上で神のお心がなされるのを妨げ、未信者がキリストを信じられないようにし、クリスチャンがイエスの真の弟子となるのを妨害することである。サタンは、偽りの父、私たちの兄弟たちの告発者と呼ばれている。悪霊を追い出しの働き。聖書には、イエス・キリストが十二弟子を使わされたとき、 弟シラが悪霊を追い出す権威を与えられた記述がある。ピリポがサマリアでキリストを述べ伝えた時にも汚れた霊に疲れた多くの人たちからは、その霊が大声で叫んで出て行った。新約聖書に一番頻繁に登場し、宣教師が遭遇するのはこのレベルでの霊の戦いで、あるとされる。エキュメニズム、シャーマニズム、ニューエイジ、オカルト、魔女、魔法使い、悪魔教の際史、 占い師を通して働く悪霊も、例の戦いの当事者の立場から見れば、戦いの対象である。地域に働く例。エペソ6時12分、目視録12章。偶像崇拝、違法人の神殿、殺人、打体、血を流すこと、性的盗作、ドラッグ、オカルト用品などの罪。また、ダニエルの祈り、ネヘミアの祈りにある通り、国や町が犯した罪を、 自分の罪として認めなければならないとしている。ピーター・ワグナーはこの一環として、日本に原爆を投下した罪を、ひざまずいて謝罪した。戦略レベルの例の戦いの文学として、フランシス・イ・ペレティのこの暗闇の世界がある。トリニティ神学校、フラージン学校、リバイバル聖書人学校など、例の戦いについて教える神学校があり、ピーター・ワグナーが、 最初の質の高い教科書として紹介しているのは、ジョン・ドーソンの神のために都市を奪回せよである。賛美歌の目次では、375番、みよ、群がる、悪の霊から387番、三かの言葉をかざして進まんまでが、霊の戦いである。ヘンリー・シーセン、組織神学 P333、マーティン・ドイド・ジョンズ、キリスト社の戦い、命の言葉社、神聖書中会。 ジョン・ストット、ローザンの誓約命の言葉者、うススむ、福音主義キリスト教徒福音派命の言葉者、P115 ピーター・ワグナー、例の戦いの祈りマルコーシュ・パブリケーション者、P18 ピーター・ワグナー、例の戦いの祈りマルコーシュ・パブリケーション者。ありがとうございます。